フランシスコイグナシオ・マデロ・ゴンサレスは、メキシコの革命家、大統領。彼は、コアウイラ州パラスで、フランシスコ・マデロと、メルセデス・ゴンサー・アレストレビーノ夫妻の息子として、生まれたを表す。彼の親は、ポルトガル系で、メキシコで最も裕福な家庭のうちの一つだった。マデロは、アメリカのメリーランド州ボルチモア、フランスのベルサイユ及び、 カリフォルニア大学バークレー校で教育を受けた。独裁者ポルフィリオ・ディアスの支配下での貧困層の苦境によって影響され、1904年にマデロはベニート・フアレス民主クラブに加わり、政治と関係するようになった。思想的には保守派で裕福な大農場と繊維工場熱のマデロはディアス派の幹部だったが、ディアスの長年の独裁に対し反対し、1909年に なると、最先反対センターを設立し週刊誌を発行、最大の反勢力となった。マデロはディアス統治下の現体制が必然的に社会革命の発生につながると心配した。彼は大衆の暴動から指導層を保護する加藤政治の支持者であった。彼は無知な大衆が公職に対する候補決定での直接的役割を取るべきではないと主張し、 ディアスの大統領職をそれに対するものとして非難した。彼はディアスに国内外のエリートが利益を得るために農民と無産階級に対する情報を申し入れるよう提案した。そしてそのような情報が過激な思想の抑制になることを望んだ。翌年の大統領選挙に向け反対勢力を結集し選挙への出馬を目指したが1910年6月に反乱の容疑で モンテレーで逮捕され、サンルイスポート市で収監された。選挙はマデロが、獄中に収監されている間に実施され、ディアスが再選、9月にディアスが大統領に就任するとマデロは、恩赦で釈放された。マデロはそのまま、アメリカに亡命した。マデロは10月5日、亡命中のテキサス州で、選挙の不正とディアス大統領の当選無効を、主張、11月20日に、 一斉放棄することを呼びかける。これが後にメキシコ革命と呼ばれるようになる。計画が準備されていることをメキシコ政府が察知した時、マデロはテキサス州サンアントニオへ逃れた。しかしながら革命の動きはすでに広がり、パンチオ・ビリャがチワワ州で放棄、パスクアル・オロスコも同州北部で放棄した。マデロは1911年3月にビリア オロスコの部隊と合流。4月にはアメリカ軍が越境し、反乱軍と戦闘する。5月に反乱軍は、シユダ・フアーレスを占領し、ディアスは、大倉大臣のリマントゥールを停戦交渉に派遣。一度は物別れに終わるが、二度目の交渉で停戦が、締結。ディアスは1911年5月25日に、辞職した。5月26日、議会は、 ディアス政権の外務大臣、フランシスコレオン・デラ・バーラを臨時大統領に任命した。デラ・バーラは強固な保守派で革命のより過激な考えを緩和するために任命された。マデロは6月7日にメキシコ市に入り、デラ・バーラ臨時大統領と旧議会を承認10月に大統領選挙を行うと発表する。8日にはエミリアノ・サパタと会談したが、 サパタによるインディオへの土地要求と、マデロのサパタ軍の武装解除要求と両者は対立、会談は物別れに終わった。10月の大統領選挙にマデロは勝利し、副大統領に、ホセマライアピノスワーレス、国防省には、コアウイラ州知事のベヌスティアーノ、カランサ、軍司令官に、ビクトリアーノ・ウェルタを任命した。マデロの大統領就任時、 革命派の中はサパタ派と保守主義派に大きく分かれていた。マデロは全国農地委員会と労働省を設立して改革の姿勢を示したが、旧支配層の権益を保護したため、サパタによって反逆者と呼ばれた。サパタはゲリラ活動を開始、また新政権での待遇に不満を持ったオロスコも放棄し、これにビリアも合流した。マデロは 反乱軍の総統をウエルタに命じ、ウエルタは9月に反乱を鎮に圧、オロスコトビリアはアメリカ合衆国に亡命した。1913年1月、マデロは100万ペソの使い込みでウエルタを解任。2月9日に反乱が発生し、マデロは再びウエルタを首都警備隊司令官に任命した。2月18日、ウエルタはフェリックス・ディアス及び 米国大使ヘンリー・レイン・ウィルソンと共謀し、クーデターを実行した。マデロは辞職を強いられ、ペドロラスクラインによる、ごくわずかな大統領職後にウェルタは21日暫定大統領を、宣誓、マデロと副大統領のピノス・スワーレスは2月22日に、メキシコシティの刑務所へ移送中に処刑された。彼の兄弟、グスタボ・エマデロも殺された。ウェルタ政府は、彼らが、 支持者による救助の試みが失敗した後に殺害が命じられたとその後発表した。この時の中住大使堀口九万一はマデロ大統領の家族を危険を顧みず保護したと言われる。1982年に発行された500ペソ紙幣に肖像が使用されていた。ありがとうございます。